こんにちは、アンディです。さあ今回は宇宙の話になります。この動画は2020年12月23日に撮らせていただいてますが、2日前ぐらいにですね、ちょうど400年ぶりとなる天体ショーっていうものが話題になっていました。これが土星と木星の超接近と言われているものなんですけど、これをきっかけに太陽系のこと、宇宙のことを改めて調べてみたら結構ね、面白いことが分かってきたので、ぜひ皆さんの楽しみたいと思い動画に撮ってみました。私たちの命そのものがいくつもの奇跡のつなぎ合わせによって実現できているということまで分かるような展開になってますので、ぜひぜひ本編の方も楽しんでみていただけたらと思います。では早速本編に行ってみましょう。はい、それでは始めていきたいと思います。太陽系の基礎知識プラスアルファという動画ですね。レジュメはこんな感じです。まず前半を使って太陽系の基礎知識をバーッと復習していきます。今がですね、2020年の12月23日にこの動画を撮ってるんですけども、実は先日ね、土星と木星の超接近っていうのがものすごく話題になって、400年ぶりの天体ショーっていう風に言われたので、そのことの意味、どういうことなのかっていう話を説明していきたいと思います。で、3番目が核融合とプラズマです。これは太陽のことですよ。核融合反応って何なのかっていう話と、太陽っていうのはプラズマ状態なんですけども、そのプラズマってそもそも何なのかっていう話をしていきたいと思います。で、4番目が、私たちの起源は地球誕生前の星屑にありって話なんですけど、まあちょっとロマンチックな話というか、現実的に考えて私たちの起源、私たちの体を構成している元素っていうのは実は地球ではなく地球の外側から来たんだよってことを話をしていきたいと思います。で、最後にゴルディロックスゾーンです。このゴルディロックスゾーンっていうのをご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、要するに私たちの生命というものが本当にもういくつもの奇跡の巡り合わせによって初めて成り立っているものなのってことを説明していきたいと思います。それでは行ってみましょう。まずは太陽系の基礎知識をバーッと復習していきます。まずそもそも太陽系とは何かって話なんですけども、これは、太陽とその太陽の重力に直接的あるいは間接的に影響を受けて運動している惑星とか準惑星、彗星などを総称して言う言葉です。では何を指すかというと、具体的にはまず太陽ですね。で、そしてあの太陽の周りを回っている地球や木星などの惑星8個、それから惑星とは言えないんですけども、空にちょっと小さめのね、準惑星という類の冥王星もそうですけども、それら5個、そして惑星、準惑星の周囲にある衛星、さらに、その他小惑星や彗星など本当に細かいものも全部含めて丸々全体を太陽系っていう風な定義になっています。じゃあそもそも惑星とか準惑星ってあるんですけど、惑星とは何かっていうことが定義されています。で、これはですね、2006年の8月に行われた国際天文学連合の総会で明確に定義が決められました。で、これは何かっていうと、まず太陽系の惑星とは、太陽の周りを回り十分大きな質量を持つので、自己重力が固体に働く他の種子の力を上回って重力平衡形状、ほとんど球状の形を有し、その軌道の近くでは他の天体を吐き散らしてしまい、それだけが際立って目立つようになった天体であるというふうに書いてあります。で、1だけがとりあえず惑星の定義です。で、2番目が太陽系のドワーフプラネットっていうのは、太陽の周りを回り、十分大きな質量を持つので、自己重力が固体に働く他の種子の力を上回って重力平衡形状、ほとんど軌道の形を有し、その軌道の近くで他の天体を吐き散らしていない天体であり、衛星ではない天体である。これは2番目っていうのは、さっきで言うその準惑星という言葉に相当する定義です。で、それからそれ以外、要は惑星、準惑星以外のものは3番目です。太陽の周りを公転する衛星を除く蒸気以外の他の全ての天体はスモールソーラーシステムボディーズと総称するっていう風に書いてあります。で、この一番最初のちょっと気になるところだけを抜粋していくと、まず太陽の周りを回っているのが一つね。それはもう当然ですよね。で、さらに十分大きな質量を持つっていうところと、ほとんど球状の形をしていますっていうのは一つで、それから、それだけが要は軌道上ですね。例えば地球だったら、地球が回っているその軌道の中で地球というものが際立って存在している天体だってことが言い切れないといけないと。じゃあ準惑星の方はどうかっていうと、その軌道の近くでは他の天体を吐き散らしていない天体、衛星ではない天体っていう話なんですけど、この定義に実は冥王星っていうのが引っかかってくるんですよ。で、もともとこれなんで2006年にこんな話し合いがされたかというと、もともと私が小さい時っていうのは冥王星も一応惑星の扱いだったんですよね。だから水金地火木土天海冥とか、水金地火木土天冥界、要するにこう軌道でね、海王星と冥王星の軌道が交差してるので、時期によっては逆転するんですよ、順番がね。で、その時に、あ、なんか今はね、ドッテン解明だねとか、ドッテン明解だねみたいな、その順番の覚え方をさせられてたんですけど、2006年にもう惑星の定義がはっきりした。で、これは冥王星みたいなサイズ感の天体がいっぱい発見されてきちゃってるんですよね。で、そうすると、どん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 そのいろんな天体が発見されていく中で、冥王星サイズがたくさん出てきちゃうと、あれ、これ冥王星は惑星に入れちゃっていいの？冥王星を惑星に入れちゃうんだったら、他のね、天体も惑星に入れちゃわないといけないけど、太陽系の惑星ってそんなにたくさん入っちゃうと、逆になんか
かおかしくないってことになって、じゃあもう話し合いをしてちゃんと定義を決めましょうっていうのが今回の2006年8月に行われた総会なんですよね。なので今回のは太陽の周り回ってて質量がでっかいから、その自分で発生させる重力によって、まあ、丸みを帯びてて、さらに軌道上でそれしかないよっていう状態のものを惑星といい、それに準じないものは準惑星にしましょうって話になって、冥王星がね外れちゃったっていう感じになります。じゃあ準惑星とは何かっていうと、実は5つ今のところあるんですね。さっき説明したように、まあ、冥王星はちょっと今回外れて準惑星になっちゃったんですけど、それの他にケレス、エリス、マケマケ、ハウメアっていうのがあります。でこの中で特にちょっと今回はねケレスとハウメアを改めて説明してみたいと思うんですけど、例えばケレスです。ケレスはですね海王星軌道の内側にある唯一の準惑星です。後ほどあの太陽系の惑星のね並びっていうのはご説明しますけども、海王星っていうのは先ほど説明したように惑星の中では一番外側を回っています。その海王星まで並べた中の軌道の中にケレスっていうのがあるってことです。でそれ以外は冥王星みたいに海王星の外側に出ちゃってるので、惑星の軌道内にはないってことですよね。じゃあケレスは一体どこにあるのかっていうと、火星と木星の間ぐらいのところですね。小惑星帯にある最大の天体というふうになっています。でこれが重要なのは、その岩水岩塩を持つっていう、その海洋天体であることなんですね。でこの岩水岩塩って何かっていうと、これ地球にしかないものなんですよ。つまり地球以外で発見されたものはケレスが初めてで、ということはこの岩水岩塩が発見されたことで海があるってことが明確になり、海があるってことはもしかしたら生物がいるかもしれないよねっていうことで注目され始めたのがこのケレスの重要なところです。これは確か2017年あたりだったと思います、発表されたのが。でもう一つがハウメアですね。でハウメアってこのように、まあ、丸みを帯びてるんだけども、形的にはラグビーボールみたいな形状をしていて、もう一つ重要なのはこの周りにうっすら見える輪っかですよね。で輪っかってのはそもそも土星みたいにでっかい質量の巨大な惑星にしか存在しないって言われてたんですよ。例えば木星とかにも本当はあるんです。木星にはあるんですけど、土構成物質がちょっと違うからですね、種類が違うんですけど、今回のハウメアに関しては直径2000キロぐらいしかないです。直径2000キロって言ったら、日本の本州から九州まで含めたぐらいの長さがだいたい2000キロぐらいなので、それぐらいのサイズ感しかこれはないんですけど、その小さな天体にすら輪っかが見つかったということでかなり注目されています。これが発表されたのは2020年の8月頃だったと思いますが、本当にあの画期的な発表だったらしいです。それではここからはですね、惑星の情報をざーっと総復習していきたいと思います。まずは太陽です。直径が139万2000キロメートル、地球の109倍あります。で、体積が130万倍ってあるんですけど、これは太陽を球体と見なして、数学で習った球体のね、体積を求める公式、3分の 4πr3 乗を使いましょうと。で、3分の 4× の円周率 ×の r、まあ、半径の3乗なんですけど、まあ、この109倍なんで、何倍かってことを考えたときに、109の3乗をしたら129万いくつってなるので、まあ、約130万倍ってことになるんですけど、質量の方を見るとですね、地球の33万倍になります。でそれでも十分大きいんですけど、体積が130万倍になってて質量が33万倍でしかないということは、もし同じ大きさの地球を持ってきたら、太陽と地球とどっちが重いかって言ったら、はるかに地球の方が重いってことになります。つまりこれは密度が太陽の方が小さいんですよね、地球と比べて。なので地球と比べてでかいちゃでかいんですけど、密度を比べると地球の方がでかいんですよね。なんで密度が小さくなるかっていうと、地球と比べて岩石質ではなくて、太陽ってガス惑星なんですよね、気体の惑星なんですよ。だから例えば自転周期も25日から31日って書いてあるのは、赤道付近と南極北極付近での自転のスピードが違うってことなんです。これはもう岩石質の惑星では絶対ありえないことで、気体だからこそ赤道付近は一番遠心力がかかってスピードが出てしまうので、自転周期は早まって25日で回ってしまう。でも北極南極付近では31日かけて一周するっていう感じになるので、まあ自転周期が幅があるって感じですよね。で水素ヘリウムからなる超高温のガスってことなんですけど、単なるガス惑星ではありません。これはここまで高密度で超高温になってるってことは、これってプラズマ状態なんですね。水素ヘリウムがただの気体状態ではなくて、プラズマ状態で存在している形になります。プラズマって何だろうとか、プラズマ状態になる理由の核融合反応ってものに関しては、後ほどねこの後半の部分で説明していきたいと思います。次に水星ですね。これは軌道の中、惑星の軌道の中で太陽に一番近いところを回っている惑星です。で直径は 4880km、 地球の 0.4 倍です。それから質量は地球の18分の1倍になります。なのでちょっとスカスカ感はありますよね。で例えば大気がないので、写真で見てわかる通り、隕石がぶつかりまくってボコボコっていうのがはっきり見えるぐらいな状態になってます。で自転周期59日、まあ、これはなんか地球と比べたらかなりゆっくり回ってるなっていう感じですけど、公転周期はもちろん軌道がね短いので88日で一周できてしまうっていう感じですね。鉄やニッケルなどの金属核が直径の4分の3を占めて、まあ表面は岩石質のマントルってことになってるので、まあ、この直径の4分の3を占めてどういう状況かっていうと、
こういう感じです。要するにこの星のほとんどが核ってことですよね。で次は金星です。直径が 12,104km、 地球の 0.95 倍、まあほぼほぼ地球と同じぐらいのサイズ感ってことですよね。で質量が地球の 0.8 倍なんで環境的には地球に近いようです。で自転周期が243日、かなりゆっくりですね。で公転周期は225日なので、まあ地球よりも内側回ってるから、まあ地球よりも若干短いっていう感じではあるんでしょうけど、鉄やニッケルなどの金属核があって、表面は岩石質のマントルと近くってことになってます。でこれ結構ね面白いところがあってですね、これ自転がですね太陽系で唯一逆向きなんですね。地球と同じ自転向きにみんな回ってるんです本来は。でも金星だけは逆に回ってるので、太陽が西から昇って東に沈むという状況になります。でなおかつ地球と環境は似てるんですけども、磁場がないっていうのがちょっと大きいですよね。で地球はもう基本情報として頭に入れておくといいかなと思います。で地球と比較することになるからですね、他の惑星を。例えば直径が 12,756km で、質量が 5.972×10^1024乗ですね。10の8乗が1億なので、1億 ×1 億 ×1 億っていう感じになります。そうすると、まあだいたい 6×10^24kg っていうのが地球の質量ですね。でこれを天文単位として M プラスっていう記号で表します。つまり地球1個分の重さがこれだから、じゃあ地球1個分をこれにしたら M プラスと表現したら、じゃあ太陽はいくつ分だろうとか。自転周期23時間56分なんですけども、公転によって太陽の回る角度が傾くので、実際には1日は24時間になります。4分な伸びてね、24時間になるんですけども、自転周期は23時間56分で、公転周期は 365.26 日、なのでこれは4周回った頃には、要するにウルー年っていうのが来るわけですよね。 0.26×4 回なんで1日分になるから、ウルー年が4年に1回来るっていうのはそういうところから来てます。さあ月ですね。月はまあすみません、惑星ではないんだけども、気になるところであると思うんで、今回ちょっとあえて入れてみたんですけど、月の直径は 3500km です。なので水星よりも 1000km ぐらい小さいって感じですよね。で地球の 0.25 倍になります。質量は地球の100分の1ですね。だから結構スカスカだから、月の内側っていうのは空洞なんじゃないかっていうふうに言われているのはそこなんですよね。で自転周期は 27.3 日で、公転周期は 27.3 日で全く一緒なんですよ。これもまた不思議ですよね。だから こういうところから見ていくと、ちょっとなんか月ってもしかしたら宇宙船なんじゃないかみたいな話も信じたくなるというか。でだいたいその自転周期 27.3 日で、公転周期 27.3 日で全く一緒だから、地球に同じ面しか見せないので、中にはねまだね月が自転してるってことをご存じない方もいらっしゃると思うんですけど、実は月はちゃんと自転してます。動いてないように見えるっていうだけの話なので、そこだけ注意してください。地球との距離も押しておくといいかなと思うんで、約38万キロメートルというのは覚えておいてください。ただし月とはこれまでね、ここまでね身近な存在でありながら、その月というものがどうやってできたかっていうこととか、内部がどうなっているかっていうこと、まあ裏側に関してもこの間ね、中国が飛ばして初めてね着陸させたみたいに、本当にまだ詳細不明です。で例えばどうやってできたかに関しては、ジャイアントインパクト説って言って、地球に大きな隕石がボーってぶつかって、まあ、火星サイズって言ってたかな、火星サイズの隕石がぶつかって地球の内側からね割れた破片が飛び散って、でそれがまあ地球の残った部分の重力で引き寄せられる形で、だん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 一つの塊になってったものが月なんだみたいな話が、今のところ一番有力だって言われてるんですけども、それが結論ではないという、他にもいろいろ説があって、まだねそれが本当にどれなのかっていうのは分かっていないというのが、この月のねロマンチックなところですね。さあ火星です。直径 6792km、 地球の半分ぐらいですね。で質量が地球の10分の1です。で自転周期は24時間37分、これは地球と同じような感じですよね。で公転周期は687、これはもう地球よりも広い軌道を回ってるので、それだけ時間はかかるんですけど、要するに今火星移住化計画が進められている場所がまさにここの火星ということになります。で地球との関係性でいくと、2年2ヶ月ごとに接近し、15から17年ごとに大接近するという、これは軌道が地球が内側を回ってるので、火星を途中で追い抜いちゃうんですよね。なのでそこの時に1回接近をするってことが一つと、あとはその火星と地球の軌道が深淵ではなくて楕円、ちょっとひしゃげた形、円をちょっと潰した形の楕円軌道を取ってるので、その関係性で15から17年ごとに接近する場所があるよ、瞬間があるよ、超接近する時があるよっていうのがこの話になります。あとはその衛星フォボス、ダイモスっていうのが代表的なものですね。で水星に関しては未だに衛星が発表されてなかったんで、さっきは触れなかったんですけど、水星に関しては太陽に近すぎて観測が難しいって意味で、あるかもしれないけど観測できていないっていうこともあるそうなので、今後観測技術とかが発達すると、水星にももしかしたら衛星がね見つかることがあるかもしれません。火星に関してはこのフォボス、ダイモスを覚えてもらうといいのかなと思います。さあ木星です。木星はですね、太陽系の惑星の中で最大の規模なんですけども、その直径は 142,984km、 地球の11倍あります。質量に関しては地球の318倍です。でただしさっき太陽のところで計算したみたいに、じゃあ11を参上すると1321倍になるので、体積が1321倍になってるのに
質量が318倍ということは密度は地球よりも小さくなっちゃうんですよね。ってことはどうなるかっていうと岩石質の星ではなさそうだよねっていう予測が立ちます。で自転周期が9時間56分結構早いですね。で公転周期が 11.9 年です。構成としては岩石と氷の核が中央にあるんですけども水素 89% ヘリウム 11% のガス惑星ですね。なので太陽と同じように気体の惑星なんですよね。だから見えてるのはこれは地表ではなくて気体の流れがモヤモヤして見えてるんですよ。で衛星も、結構いっぱいあります。でただイオとエウロパとあとちょっと後ほど説明しますけどもガリメデとかねカリストっていうのがあるのでその4つくらい覚えておくといいのかなと思います。で例えばこの写真に見て分かる通りこのキラキラ光ってるここですね。何かっていうとこれオーロラです。オーロラなんですけどこれはあの太陽から降り注ぐ電磁波と木星のね自転から来る磁場のね影響で共鳴して起こるものなんですけども地球でもカナダとかでもね観測できるんですが木星とか誰も住んでないからいいんですけど地球みたいになんか電子機器とかを使ってる文明社会がある星ではちょっとねオーロラっていうのはある程度見て綺麗だなって思う分にはいいんですけど例えば極大気太陽の極大気とかが来て太陽嵐が強くなってくると電子機器が使えないレベルになってしまうので要は電磁波ですからね。電磁波なので結構危ないものっちゃ危ないものなんですよ。だから木星のこのサイズ感でここまでオーロラがはっきり見えるってことは相当な電磁波の嵐がここで起こってることなので多分そういうものが地球で起きたら大パニックになると思います。でなおかつここの木星のサイズ感でいくと多分これ直径でいけば地球が3つ4つぐらい余裕で入る大きさかなというのがわかりますね。これなぜわかるかっていうとこの下の方にもちょっと目立つものがあってこれ大赤斑って言い方をします。でこれはですね何かっていうと嵐なんですね。嵐がここで吹きまいてるんですよ。でこれはあとなんか200万年ぐらいは消えないんじゃないかっていう計算がされてるみたいでこれもクレーターではないよっていうところに注意してください。であとはこの茶色いモヤモヤのところは何かっていうとこれはですね島って呼ばれていて島々の島ですよね。でその間にあるこの白いモヤモヤのところは帯っていうふうに言われてるのでこの名称も覚えておいてもらうとね面白いかなと思います。さあ土星です。土星は特徴的な形をしているんですけどこの輪っかはですね木星にも実はあるということが分かっています。ただもちろん土星の輪っかとはちょっと種類が違うんですよね。で土星に関しては直径 12536km 地球の 9.4 倍あります。で質量が地球の95倍なんですけど、まあ、9.4、まあ9、まあ、10で計算してもいいですけど10の3乗で1000じゃないですか。ってことは質量が95倍しかないってことはもちろん土星も気体のガス惑星である可能性が出てきますよね。で自転周期が10時間40分かなり早いです。で公転周期が219.5年と。で、さっきの木星と全く一緒で、まあ、岩石と氷の核が中央にあって、表面は水素 96%、ヘリウム 4% のガス惑星なんですね。で、かなり密度が小さいので、これ巨大な水槽があったりすると浮いちゃうレベルなんだそうです。だから地球がもし同じサイズ感だったら、はるかに地球の方が重たいということになります。で、衛星もかなり多いですね。タイタンとかエンケラドスぐらい覚えておくといいんでしょうけど、53個もあるそうなので、もしかしたらこの先もね、もっと増えてくる可能性もあります。もしかしたら60個、70個あるかもしれないですよね。この輪っかのところなんですけど、輪っかのところに一つね、黒いね、ここ空間なんですよ。土星の輪っかっていうのは1枚ではなくて、何重にも層になっていて、途中にちょっと空間ができてて、さらに外側の層がいくつか何重かにあるっていう形になってるんですけど、これがカッシーニの間隙っていう風に言われています。これはジョバンニカッシーニっていう1675年にこの土星の輪っかに隙間がありますよってことを発表した人の名前から来てるんですね。このカッシーニの間隙っていうのも覚えておくとちょっとかっこいいかなと思うので、共有してみました。天王星です。天王星は直径 51118km 地球の4倍あります。質量が地球の 14.5 倍あります。自転周期が17時間14分で公転周期が84年とかなりここまで来ると長くなってきますよね。岩石と氷の核が中央にあって表面は氷のマントルです。でここにヘリウムメタンを含む水素ガスが溶け込んでるんですけどこのメタンが赤い光を吸収してしまうので淡い青色に見えるっていうのがこの星の特徴になります。で衛星がアリエル、ウンブリエルと27個もあります。で天王星地球の4倍ぐらいあるんで結構サイズ感は大きいんですよね。後で全部の星を並べてちょっとサイズ感を比較してみたいなと思うんですけどでこの後出てくる海王星ともかなりよく似ています。海王星はもっとね青く見えるんでまあちょっとネプチューンという名前がついてるのもわかるかなって感じなんですけど直径もほぼ一緒です。 49528km 地球の 3.9 倍あります。で質量も地球の17倍です。で自転周期は16時間6分、そして公転周期はその165年ですね。何年だったかな、2011年ぐらいに観測始めてからね一周を観測できた記念になんか写真が撮られてたと思うんですけどでこれもさっきと全く一緒で、まあ、岩石と氷の核があって氷のマントル、ヘリウムメタンを含む水素ガスに覆われているので、さっき言った通りメタンが赤い光を吸って淡い青色に見えると。だから海の青じゃなくて、メタンが光を吸ってしまったがための気体の色ですよっていう感じですね。で、衛星としてはトリトン。
プロメテウスですね。プロメテウスは海の神様ではないけれど、まあ、ゼウスの、ね、反対を押し切って火を奪って人間に渡してくれるいい神様だったりするので、そういったなんかこのギリシャ神話に出てくる神様の名前が星にはあてがわれてたりするので、そういった言葉はもしね、あ、これかっこいいなと思ったら調べてみられると、その一人一人にストーリーがあったりするので楽しめるかなと思います。で、一応ですね、ついこの間までね、冥王星も惑星だったので、ちょっと一応紹介しておくと、冥王星は直径 2377km です。で、地球の5分の1で、これはもう衛星である月よりも小さいんですよね。で、質量は地球の500分の1なんで、もうスカスカでしょう。自転周期は 6.4 日で、まあ、公転周期248年。で、岩石の核、メタンの小さな氷のマントルで、まあ、要するにかなり太陽から離れてしまっているので、もう氷ですよね。その、天王星、海王星、冥王星に関して、それ以降に関してはもう氷の惑星みたいな形で見てもらったらいいかなと思います。で、さらにこれも冥王星が発見されたのは1930年なんですけど、この時に世界的なキャラクターが一人生まれています。これ誰かっていうと、ミッキーマウスと よく一緒にいる黄色いワンちゃんですね。プルートです。で、このプルートの名前は冥王星が発見されたことになぞらえて付けられてるんで、最初はですね、プルートって、その冥王星って冥界じゃないですか。地獄の話なんで、世界的なね、夢と魔法を振りまくミッキーマウスの横にいるワンちゃんが地獄っていう名前ってどうなのって思ったんですけど、やっぱ背景にこういうことがあったっていうのが分かりました。で、衛星も名前拾っていくと、カロンとかヒドラとかケルベロスとか、もう全部ね、暗い名前ばっかなんですね。例えばカロンとかっていうのは、その冥界の川をのね、私森なんですけど、やつれた服を着たね、老人のことをカロンっていう言い方をするんですが、まあ、こういう風にヒドラにしてもケルベロスにしても、本当に暗い名前ばっかりつけられてるね、かわいそうな星で、なおかつ惑星から落とされて純惑星になっちゃうっていうね、ちょっとかわいそうなんですけど、まあ、そこの部分をね、歴史的な部分も覚えておいてもらうといいかなと思います。それではここまでですね、太陽系をざっと総復習してきたので、それぞれの惑星を並べたらどんなサイズ感の違いがあるのかってことをちょっとここでね、一気に見せてみたいと思うんですけど、こんな感じになります。どうしてもね、太陽が目立ってるけど、木星とか土星意外と頑張ってますよね。で、土星なんか輪っかがあるんで、木星と比較してもね、本体は小さいけど全体的にはでっかく見えるみたいな、ちょっとずるい感じがあって、で、あとはまあ地球も、まあ、こうして見るとなんか太陽が109倍だって言われても、なんかちょっと大きく見えますよね。ここにちょっと冥王星まで入れちゃうと見えにくくなっちゃうんで、あえて言えなかったんですけど、あとですね、ちょっと土星の話でちょっと言い忘れてたのが、土星のですね、輪っか、これ目に見える輪っかがこれなんですけど、この目に見えない輪っかも実はあるんですよ。これ赤外線か何かで見ると見えたらしいんですけど、土星を中心にして直径だったかな、3600万キロメートルのところに120万キロメートルの幅のめちゃめちゃでかい輪っかが見えたらしいです。そうすると、まあ、土星の直径だって12万キロメートルしかないのに、周りに3600万キロメートルの端まで土星の重力によって輪っかができてるってことが分かったっていうのがかなり衝撃的なニュースだったみたいですね。なので、その木星はもちろん見えてないけれども、その周りにはね、衛星の重力とかで散らばって吐き散らされたかけらとか、そういったもので輪っかができてるよっていうのもあるんですけど、土星に関しては目に見える輪っかがあるだけじゃなくて、目に見えない超巨大なね、輪っかがあるっていうのも分かってると。まあ、サイズ感比較してみたらこんな感じです。で、あともう一つ比較したいのは距離感ですよね。例えば太陽から地球までの距離っていうのは1億4960万キロメートル、これ結構覚えてもらいたいんですけど、1億4960万キロメートルを一応天文単位として 1AU ということにします。そうすると、これを 1AU とした時に、じゃあ太陽から地球までの距離の何倍かっていうことを比較した時に、じゃあ一番遠い海王星はって言ったら 30.1AU という計算になって、まあ1億5000万キロメートルで計算するとだいたい45億キロメートル先にあるっていう感じですね。で、冥王星はこれでいくと 40AU ぐらいなので、60億キロメートルぐらい遠くになります。で、位置関係的にはこれを太陽を中心にした半径だと思ってください。この半径、この長さの半径の球体上を、まあ、太陽系みたいなイメージですよね。で、もちろんその太陽系の端は海王星はないので、ここからさらに先までね、太陽系の半径は続くことになるんですけども、その話はもう少し後の方で説明していきたいと思います。これは軌道のね、大きさがもう地球とか火星のあたりまで描いちゃうとかなり細かくなって描けなくなっちゃうんで、こういう形になってますけども、実はですね、海王星の先まで太陽系っていうのは続いています。で、海王星の周りにですね、このエッジワーズカイパーベルトっていう場所があるんですけど、ここには無数のね、細かい小惑星とか、その星屑みたいなのがいっぱいあるんですね。で、この中の星が彗星の元になってるんじゃないかって言われています。で、これは単周期彗星の軌道で書いてあるみたいに、まず一つはここから来るよっていうのが一つで、もう一つはさらにそのエッジワーズカイパーベルトの外側にもう一つ空間があるんですね。で、ここ半径がだいたい1万 AU です。もうこの時点で1径5000億キロメートルの半径があるんですけど、エッジワーズカイパーベルトの外に、はい、
このようにオールトの雲と呼ばれるさらに広い空間が広がっています。でここには長周期彗星の軌道って書いてある通り、この外のさらにね細かいクズがたくさん無数に浮かんでるところから飛んでくる彗星があるっていうのがあって、でこれまで含めて太陽系なんですよ。要するに太陽の重力によって周期的に回ってくる彗星なので、実はここまで広い場所まで回ってくるのに太陽の影響を受けてるから、これも太陽系に入れないといけないっていう。でそうするとさっき あのエジワースカイパーベルトの半径がここに当たるんですけど、オールトの雲はこっちですね。でこれがまあ大体10万英雄と15KKM、 もうなんかもうようわからん規模になってきてるんですけど、要は半径が 15KKM あるというのがあります。要するにここまで考えていくとどうなるかというと、太陽系の最外縁、太陽系の果てってどこにあるかっていうと、このオールトの雲の一番外側を太陽系の外側にするっていうのがまあ仮説としてあり得ると。なので太陽系は半径 15KKM の球体であるっていうのが今回この結論として言えそうです。でこれは便宜上ね平面のように書いてありますけども、立体になってて球体だっていうのが一つと、あとはこれって仮説なんですよ。太陽系をどこまでで見なすかっていうのはまだ研究の段階で、いろいろデータをつなぎ合わせていくとここら辺なんじゃないかって言われてるだけなので、まだねこの先出てくる発表によっては変わっていく可能性がある情報なので、まあそれをちょっと見越してね今回の情報を受け取ってみてください。さあちなみにですけど、今のこのオールトの雲まで含めた太陽系っていうものを一つのまあ星だとしてください。星のグループだとしたら、この太陽系の中には5000を超える星々があると言われてるんですね。でもですね、これを一つの太陽系というものの一つの星のグループだと見なすと、これが私たちの太陽系を含む天の川銀河にしてみると、こんなのが2000億以上存在するって言われてるんですよ。2000億ですよ。2000個じゃないです。2000億個以上存在していて、さらにですねこの天の川銀河を一つの銀河と見なすと、こういった銀河が宇宙には数千億あると。なのでもう本当に途方もない空間なんだなっていうのが改めてわかりますよね。宇宙の広さは本当に半端ないです。だからこれだけの広さの中に地球人以外に文明を持っている宇宙人が存在しないと言い切れるわけがないんですよ。だからもちろん今会えてないのは地球人みたいにまだ文明がね進化してなくて、そこまでね行ける移動手段を持ってないとかっていうことだと思うんですけど、例えば人間みたいにその知能を持ってる生物がいないとしても、何か別のね動物とか微生物とかってのは存在する可能性は十分にありえますよね。私たちの命自体がもう宇宙からやってきたっていう可能性もあるので、ってことはその降ってきた元があるわけだから、例えばこの間何だかな100個ぐらいの惑星が一気に消えたっていうなんか謎の事件が起きて、それがもしかしたら地球外生命体の証拠になるかもしれないって言われてるみたいに、もう本当にいつ見つかる、もう私たちが生きてる間に見つかる可能性がかなり大きくなってきますよね。もちろん技術も進歩しているので、まあ、そういったところまで考えるとかなり今回の太陽系の話も楽しんでもらえるかなと思います。さあ2020年の12月今23日なんですが、つい先日ね土星と木星が超接近するっていうのが話題になりました。でこれがどういうニュースだったかというと、2020年の12月21日の夜に、まあ、約400年ぶりとなる大天文賞が起こるっていう話題だったんですね。でこれは木星と土星の超接近といってグレートコンジャンクションという言い方をします。でこれが400年ぶりなんですね。でどれぐらい超接近するかというとこんな感じです。これ望遠鏡の覗いた時の見え方なんですけど、木星の、まあ、衛星の、まあ、イオとかエウロパとかカリストっていうのがあるんですけど、その横に今度は土星のさらに、まあ、衛星のタイタンまで運よく行くと見えると。でこれがどれぐらいのサイズ感かっていうと、まあその視野角 0.1 度にすっぽり入ってしまうレベルなんですね。でこれ望遠鏡で何か物を見たりとか双眼鏡とかもそうなんですけど、視野の広さっていうのを角度で表現するのですが、まあちょっとそれぞれ分かりにくいんで、じゃあ月と比較してみようと。で肉眼で月がこのように見えたとしたら、月と比較して木星と土星はこんな感じに見えるんだそうです。要するに肉眼で見える月の直径の2割ぐらいの距離感で見えると。だからこれだけ近いから望遠鏡を覗いた時にも一つに入っちゃうし、運よく行くと空がねすごい澄んで見える時には木星とか土星の衛星まで含めてね見えてしまうっていう。でそれだけ近づくのって約400年ぶりなんですよっていうのがニュースで結構ねいろんなところで話題になった話になります。じゃあこれがどういう状況だったかっていうとこんな感じですよね。要するに物理的に木星と土星が近づいたというよりも、木星と土星が軌道上で観測エリアの中に入ってくれてると。だから木星と土星の軌道周期を考えれば、公転周期を考えれば、これは何度も何度も起こり得る話なんですけども、今回みたいにここまで超接近するっていうのは実は400年ぶりだと。だいたい、まあ、正確には397年ぶりなんですけど、じゃあ前回いつあったかというと1623年です。でこれ日本にとっては、江戸時代の初期、まあ三代将軍徳川家光が即位する直前の時期だったそうなんですが、じゃあそもそもこの時代に望遠鏡なんてあったのかよって話なんですよ。でそうすると調べてみるとですね、まあ天文学、この宇宙観測が始まった一番最初の先駆者と言われているガリレオ・ガリレイが初めて観測ね、初観測したのが1609年になります。もともとね、あった望遠鏡を自分でまあ独自に研究して分析して自作したもので天体観測を始めて、この1609年の翌年、1610年に星海の報告っていう本を出すぐらい、細かくね天体観測されてるんですけども、なんとですねこの時からわずか4年の間に日本に到着
してるんですね。伊能忠敬が実際に、まあ、日本で初めての、ね、全国地図を作るんですけど、その時に、まあ、測量に使われていたっていうのがデータとして残ってます。なので一つはね、望遠鏡というものは実際にあったと。ただその望遠鏡でじゃあ天体観測を始めたのはいつかというと、実はですね、江戸時代の後期まで待たないといけないそうなんですよ。でそうすると天体観測そんなに遅かったんだったら、その1623年のデータ何だったっていう話なんですけど、多分これはですね、今回の私たちみたいにこれ肉眼で見えるんですね。今回のことがニュースになってるのは、何か特別な望遠鏡とかを覗かないと見えないとかじゃなくて、実は私たち何もしなくても肉眼でも見えるからこそまたこれだけ話題になってると。だから前回のその1623年に関してもおそらく文書が残ってるんでしょうね。超近づいてる2つの星が見えた候みたいな、なんかまあわかんないですけど、でそうするとそういったところから、あ、この時期にこういうことがあったとしたら、この2つの星というのはおそらく木星で土星だろうっていうので、今回のその400年前に小石器があったってことが分かってるんだと思うんですよ。じゃあ次回はいつあるのかっていうと、まあ軌道がね繰り返されるんで、いつかなってなると次回の小石器は2080年頃だと。意外と近いですね。まあギリギリ来てるかなぐらいの。でもじゃあその回をね見逃すと、今度は次はいつかっていうと2417年まで、要するに400年先まで待たないといけないというふうになってるので、まあ、純粋に考えると土星と木星の公転周期の最小公倍数考えると60年後ぐらいが、まあ、確かに順当ではあるんですけど、まあ、超接近、ここまでの超接近が期待されるのは2080年がまあラッキーなぐらいですよね。でさらにその先はまあ何週間待たないといけない、要するに400年後まで待たないといけないっていう感じになっているそうです。さあ、核融合とプラズマについての話をしていきたいと思います。これはもちろん太陽の話ですね。で太陽っていうのは三層構造になっています。まず一番中心に核があって、その周りに放射層、要するに核で生まれたエネルギーが放射されるそうですね。でさらに対流層、要するに放射層まで届いたエネルギーが、今度はあったかいものは上、冷めたものは下っていう風に対流が起こる空間にやってきます。なのでこのガス惑星の太陽の表面っていうのはもちろんガスなんですけど、このガスの厚みの下は対流してるんですね。だから左の写真にあるようにボコ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 見えるのは、下の方から無数に放射層から湧き出たエネルギーが対流によってボコ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 出てるので、だからボコボコに見えるという、このようないびつな形に見えるっていうのが理由になります。ということは核融合って太陽の全体で行われているわけじゃなくて、あくまでも太陽のこの中心にある核で核融合反応っていうのは行われていることになります。ちなみにその核融合反応の核という字と太陽の中心にある核っていうのは関係ないです。核融合の核というのは原子核の核の話なんで、使われている物質、まあ太陽の場合は水素とヘリウムですけど、その原子核の核のところから来ているのが核融合なんで、別に核で行われているから核融合ってわけではないので、ここはね注意してください。では核融合反応に関してね、ざっくり説明させていただくと、まず軽い原子核っていうのがぶつかり合います。でその軽い原子核が一回砕けて中身がバラバラになったものが再融合します。要するに別の形でくっつき合うんですね。でその時にもともと軽かった原子核がそれよりも重たい原子核に姿を変える、この過程で行われているものが核融合反応です。でその核融合反応の結果漏れ出たエネルギーっていうのが膨大なんですよ。だからこの核融合反応によって太陽っていうのは超高温を発することができると。でこれは超高温でかつ高密度の状態じゃないと起こり得ない反応なので、地球上でね核融合反応をさせようと思ったら疑似太陽を作ることによって核融合反応を誘発させるような形ですよね。だからかなり危ない実験にはなると思うんですけど、地球上でもそれは実現に向かっています。でこれがじゃあ太陽ではどのように行われているかというと、こんな感じです。まずですね、4つの水素原子から話は始まるんですけど、この水素原子核がバラバラに1回ばらけます。でそのばらけたものが今度はヘリウムの原子核になって出てくるんですね。でこの過程で中性子は中性子線というニュートリノの形で外に飛び出していくし、余った陽子も外に飛んでっちゃうし、そこから漏れ出るエネルギーで太陽っていうのは熱を発して、私たちの地球っていうものも含めた、まあ、太陽系全体があったかくなってるような状態なんですけど、それだけのエネルギーを要は放出してるわけですよね、この核融合反応によって。でそうするとこの太陽っていうのは、さっき説明したように核融合反応によって実は気体がただの水素ヘリウムの状態ではなくて、これってプラズマ状態にあるんですね。でじゃあこのプラズマ状態で何かっていうと、例えば物質には三体って言われるものがあって、固体液体気体というふうにエネルギーの高さが高まるにつれて形を変えていきますよね。固体液体気体、だんだんエネルギーが大きくなっていって、それぞれの構成分子がバラバラになっていく最上級の形が気体だったはずなんですよ、高校まで習うのはね。でも実はその先にもう一つの段階があると。でこれがプラズマ状態です。まあ、フリーザみたいな感じですよね。クーラーか。もう一段階俺は変身できるんだみたいな。え、マジかみたいな話があるんですけど、あれと同じ感じですよね。気体が一番最上級かと思ってたら、さらにその先があるという。じゃあこれが具体的にどういう形だったかっていうと、例えば固体ってこういう感じになってます。要するにそれぞれの分子が規則正しく並んでいて、まあそれぞれの分子はわずかに振動してるんですけど、自由に動き回ったりはできない。金属だったら構成原子の中で自由電子を共有してたりとかするんですけども、それ以上の動き方はできない。でもこれがエネルギー、一つ一つの分子が、原子分子が持ってる
エネルギー値が大きくなっていくと、それぞれが自由に動きやすくなっていく。で、これが液体状態です。この液体状態をさらにそれぞれの分子が活発になっていくと、それでは液体の状態でも維持できなくなって、例えば水だったらぐず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 こう熱を与えていくと、100度を超えた時から蒸発していきますよね。そうすると要は気体になっていくわけです。だからバラバラになっていけばいくほどエネルギーの持ってるエネルギー値は高くなるっていうイメージでいいんですけど、さらにこの先があります。これよりもさらに一個一個のエネルギーが高くなりすぎると、今度は何が起こるかというと、原子核の中に閉じ込められてた電子が今度は自由に動き回ってくるんですね。電子がもうスーパーサイジみたいになって、原子核から飛び出して自由自在に動き回るようになっちゃうんですよ。で、この状態です。これがプラズマ状態です。要するに気体の状態にとどまらず、さらに電子までが原子核から飛び出して自由に動き回ってバラバラになっていく状態、これがプラズマ状態っていう高エネルギー状態になります。そうすると、まあ、その高エネルギー状態どれぐらい高エネルギーかというと、中央の核、この核融合反応が行われているまさにその場所ではどれぐらいかというと1600万度まで上がっています。で、一番外側ね、太陽の半径が地球の109倍の距離があるんですけど、そこまでやってきてもなお100万度です。で、さらに、まあ、一番これ高いところが100万度なんですけど、一番低いところでも6000度あります。なので、それだけのエネルギーを放出できるぐらいの核融合反応がずっと続いているということです。ただもちろんそれもずっと永遠に続くわけじゃなくて、太陽の中の水素がなくなってしまったら核融合反応は止まってしまうんですけど、今の計算でいくと、今のペースで核融合反応が起こり続けても100億年は消えないっていう話をしていたので、まあ、私たちが生きてる間は太陽が自然に消滅することはまずありえないだろうな。なので私たちは心配する必要ないです。もちろん太陽にものすごいでかい隕石がぶつかって太陽自体が破壊されてしまったりすると私たちは死んでしまいますけど、太陽が自然に消滅することはありえないっていうのが今のところ計算で分かってるみたいです。さあ、私たちの起源は地球誕生前の星屑にあり、ちょっとロマンチックな話をしていきたいと思うんですけど、太陽ですね、ちょっと思い出してもらいたいのは、先ほどの中央がね、まあ、中心の核が1600万度まで上がるそのプラズマ状態にある太陽の核融合反応に使われていた元素って水素からヘリウムでしたよね。この水素からヘリウムっていう核融合反応によって、太陽はここまで高エネルギーで、私たちもその熱とか光っていうので享受を受けてるわけですけど、じゃあですよ、これ周期表で見ていくと、水素ヘリウムどこにあるか、そうですね、こことここなんですよ。要するにですね、太陽ですら実は周期表の一番最初と2番目の反応に過ぎないわけです。ということは、それ以上の大きな元素、原子っていうのは、それ以上のエネルギーがないと生まれないはずなんですよね。じゃあ例えば私たち、まあ人間っていうものはどういった構成物質からできているかっていうと、私たちの体を、まあ、構成しているのはこういうものがあります。水が35リットル、炭素 20kg、 アンモニア4リットル、石灰 1.5kg、 リンが 800g で、塩分 250g、 硝石 100g に硫黄 80g、 フッ素 7.5g、 鉄 5g で、ケイ素 3g で、その他少量の15の元素で、これはですね、あれです、あの鋼の錬金術の第1話から持ってきますけど、ちょっとこれだってね、あの元素的にわからないんで、元素にばらかして、かつちょっとあの細かい方を見ていくと、例えばリン、硫黄、カリウム、ナトリウム、塩素、マグネシウム、鉄、亜鉛、マンガン、銅、セレン、ヨウ素、モリブデン、ニッケル、クロム、コバルト、バナジウムなどっていう風に書いてあるんですが、まあこれ例えば最初のリンとか硫黄とかカリウム、ナトリウムとか塩素、マグネシウムあたりは周期表の20番目までに入ってるやつだから、まあご存知だと思うし、中学生でもわかると思うんですけど、例えば鉄とか亜鉛とか大体20番台ぐらいに入ってきたりとか、まあヨウ素とか53番目で、モリブデンが40番目かな、40番目か42番目か、ちょっとすみません忘れましたけど、そこら辺のものなわけですよ。で、そうすると周期表で確認していくと、モリブデン42番目でしたね。で、どこの部分だったかというと、まあ結構バナジウムとかクロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル、銅、亜鉛あたりは1列目ですね。繊維金属元素のまあ1列目に存在しますと。あとモリブデンがその2列目にあって、要素はどこかというと、もう少し先の、まあ、端っこの方にありますよね。2列目の一番端っこの方です。だからこの53番目の要素までできるって、太陽の核融合反応でもできないってことは、相当もっとエネルギー的に大きなことが起きない限り無理なんです。ってことは、それが何かっていうと超新星爆発ですね。惑星とか星っていうものが最後を迎えるときに大爆発をして終えるんですけど、その星が砕け散るその瞬間に起きる超新星爆発レベルのことが起きないと、こんだけ大きい元素っていうのは生まれないです。っていうことはですよ、まだ地球が生まれる前に、私たちの今住んでる地球が生まれる前に、超新星爆発によって壮大に弾け飛んで星屑となった、まだ名前もないような星たちが、まあ、そのバラバラになったその要素がね、宇宙中にまず星屑となってこう漂う
漂うと。でそれが重金属元素と一緒に重力、地球が生まれる瞬間にね、その重力に引き寄せられて、その地球という奇跡とリンクすることによってさらなる生命という奇跡を生み出していると。でその結果、当たり前のように今ね日常を迎えている私たちが存在するっていうのが実は裏側にある本当の歴史なんですよね。なので私たちの体の中にある元素というのは今の地球上で生まれたものではないし、もちろん太陽によって生み出されたものでもない。もしかしたら太陽が生まれるもっと前のものかもしれない。太陽が生まれるきっかけになった大爆発がもっと昔にあって、その超新星爆発で生まれた元素が宇宙中に飛び散っていて、それがあの地球が誕生するときにねくっついてきて、そのおかげで私たちは生まれることができているっていうふうに考えると、すごい壮大な歴史を私たちは背負ってるんだなと思いますよね。これを最初にしたときはすごいなんか不思議な感覚になってちょっと感動しましたよね。はい、最後のテーマです。ゴルディロックスゾーン。この言葉はですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですけども、私たち生物というのは今こういうふうに生きているとね、その生きていることを前提に物事を考えるので当たり前かなと思うんですけど、実は私たちが生命として誕生してこれたことはものすごい奇跡で、もっと言うとそのものすごい奇跡が一つではなく何個も何個もね折り重なった、その上に初めてね実現できているこの生命なんですよ。でこれをちょっと一つ一つ目指すところだけちょっと上げていこうと思うんですけど、例えばですね、太陽からの地球の距離がこれよりも近すぎたり遠すぎたりすると、実は太陽っていうのは生命が生まれるだけの環境にならなかったと言われています。つまりこの太陽からの距離がかなり絶妙なところにあるっていうのが一つですよね。でもう一つは地球の大きさです。地球の大きさがこのサイズ感だからこそ、この質量に見合った程よい重力が生まれてくれているっていうのがあります。この重力が大きすぎたり小さすぎたりすると、もちろん大気というものも生まれないし、私たちが日常生活を送るには少し大きすぎたりとかすると苦しいし、だから本当にこの重力の大きさを作り出している地球の大きさってのも絶妙な大きさなわけですよ。でさらに月の大きさと地球との距離も絶妙です。月の大きさが直径で言えば地球の、4分の1ぐらいのサイズ感で、さらに地球と月の間の距離は約38万キロメートルって話があって、この距離感で回ってるくれてるからこそ、地球というものとの関係性において生活できるもう絶妙なバランスを保ってくれてると。でさらに大気の構成配分もそうですよね。窒素が 78%、79% ぐらいあって、さらに酸素が 20%、 そして大体 1% ぐらいのアルゴンがあって、0.04% の二酸化炭素があってとか、でそういったその私たちが吸っている空気のもう気体の配分自体も、これよりも例えば酸素が多すぎたりすると、酸素っていうのは多ければ多いほどいいわけじゃなくて、酸素が多すぎると今度私たちにとっては毒なので死んじゃうんですけど、要するにこの酸素の配分が絶妙なんですよ。なんか人間とか生物とかが生きやすい、本当にこれ以上ない、多すぎも少なすぎでもしないバランスでこう大気ができているっていうのも私たちが生活できている理由です。でさらに木星や土星の環境も実は大事なんですね。っていうのは木星や土星ってあれだけ大きいので、もしあの星がもっとでかかったりとか、そのでかさに見合った質量を持てたりすると、その質量のせいで重力も当然大きくなって、いろんなものを引き寄せてさらに質量が大きくなり、太陽みたいに恒星になった可能性もあるんです。そうすると太陽とあの距離感で木星や土星が恒星になってしまうと、連星になってくっついちゃうんですね。それぞれの重力がでかすぎて引き合ってくっついちゃうので、そうなると地球っていうのはもちろん存在しえなかったかもしれないし、地球が存在したとしても恒星が2つあるのに挟まれた状況で、多分今みたいな環境にはならなかったはずなので、土星や木星っていうのがあのガス惑星であってくれたおかげっていうのも私たちが生きている理由だったりします。でさらに他の惑星との距離もそうですよね。惑星は8個あるし、準惑星も5個ありますけど、それぞれの惑星、そしてそれぞれの宇宙空間にある無数の、5000、6000あるその太陽系の星々との配置のバランスっていうのもありますよね。そういった惑星とのバランスもあって、今の地球というものは地球であり得るわけですよね。でもちろん生態系のバランスもそうです。地球が地球として存在するだけじゃなく、その中の生態系のバランスも人間が生活できるだけのバランスが保たれている。例えばね、ミツバチがいなくなると人間は滅ぶよって言われてるみたいに、要するにミツバチが花の受粉を橋渡ししてくれてるからこそ、植物とか花とかね育って、私たちが食べられるものがちゃんと芽を出してくれて成長してくれると。だから虫の数ね、動物の数、弱肉強食のバランスとかね、そういった生態系のバランスが絶妙だからこそ、私たちは人間として生活できてるし、他の生物もお互いにね侵害し合うことなく、もちろんその中にはもちろん絶滅したものもたくさんいますけども、その今の生命がね生活を続けられるのは、その生態系のバランスも大きいと。でそうすると、こういったこれ以上ないほどの奇跡の適合範囲のことをですね、実はゴルディロックスゾーンという言い方をするんですね。じゃあそもそもこのゴルディロックスっていう言葉はどこから来てるかというと、実はイギリスの童話から来てます。これ3匹のクマっていうお話に登場する女の子の名前がゴルディロックスです。で女の子の名前なのにゴルディロックスってかなりごつごつした名前だなと思うかもしれないですけど、このゴルディロックスはゴールドとロックスの2つの言葉が合わさってる言葉なんです。
ゴールディっていうのはゴールド、金という言葉と、ロックスっていうのは岩ではなくて LOCK の方ですね。あの、髪の方です。なので、金色の髪、つまり金髪の少女って意味で、ゴールディロックスっていう名前が付けられています。で、話の流れとしては、その森の中で迷ってしまった女の子が家を見つけて入っていくんだけど、誰もいないと。で、そうすると、まあね、迷ってお腹が空いていたので、テーブルにあるお粥を食べようとしたんだけど、一つは熱すぎて、もう一つは冷めすぎていて、で、三つ目に食べたものがちょうどよかったと。で、さらに食べ終わったら今度はちょっと疲れたんで座りたいと思って椅子を選ぼうとするんだけど、一つ目は大きすぎる、二つ目は小さすぎる、で三つ目に選んだものがちょうどよかった、ラッキーみたいな。でもなんかそれが壊れちゃうと、でじゃあもう横になりたいと思ってベッドを探すんですけど、一つ目のベッドは硬すぎる、でもう一つ目のベッドは柔らかすぎると、で三つ目に寝たベッドはまあちょうどよかったんでぐっすり眠れたよみたいな。でそうするとね、出かけていたクマたちが帰ってきて少女を見かけて、少女はびっくりして逃げていくみたいな話なんですけど、まあここから導き出される教訓っていうのが、まあそのお粥のところからも、まあ多分一番そこが分かりやすいんですけど、要するに熱すぎるのも冷めすぎてるのも良くないよねって、硬すぎても柔らかすぎてもダメだし、大きすぎても小さすぎてもダメだよっていう教訓が導き出される。でそれが転じて、要するにもうこれ以上ね絶命の状態っていうことを、ゴールディロックスっていう少女の名前からゴールディロックスゾーンっていう風な言葉が生まれているというのが背景にあります。なので私たちはそのゴールディロックスゾーンがいくつも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 折り重なっている、その先にまあ生きているということが言えるわけですね。なので私たちの生命というのは、もう本当に途方もない奇跡のつなぎ合わせで初めて生きられているっていうのがわかるなっていうところで、今回のその動画を終えさせていただきたいと思います。まあ今回のですね、太陽系の基礎知識プラスアルファいかがでしたでしょうか。ゴールディロックスゾーンっていうのはね、知っていてもすごい面白い話なんで、まあ奇跡を感じられるかなと思いますし、名もない星たちが砕け散ったその欠片から私たちはできているんだってことまでわかるとね、結構楽しんでいただけるかなと思います。今回の動画もね、楽しんでいただけたら幸いです。今回もご視聴ありがとうございました。こんにちは、アンディです。今回もご視聴ありがとうございます。このブレイクスアカデミーチャンネルは基本的には週3回以上目安に毎週配信させていただいてます。取り扱う内容はですね、生物学とか宇宙論とか都市伝説系とか、漫画アニメの考察だったり、国際情勢、日本史、世界史だったり、あとは勉強とか学びに関する話、そういったものまで含めて幅広く取り扱っていく予定ですので、そういった雑学系がお好きな方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではよろしく。